どうも、岐阜の伊丹地柿です。今日は人狼か、人狼やってやろうじゃないか。やってやろう。まあこんな感じの部屋です。まあ逃亡者がおるのがちょっと特殊って感じかな。まああとは普通やな。クリスが相方か。なるほどな。よろしくお願いしますよな。潜伏します。最近この夜の行動の一番最初の夜の行動の会話で潜伏しますとかっていうやり取りめっちゃするんやけど、流行り？最近流行りだよねこれ多分。深夜夜も更け。はい、話し合い。おはようございます。スーザン占い師、ゲール占い師。霊能者か逃亡者、どっち出る？両方か。霊能信仰、カミングアウト、米白、カミングアウト。おー、めっちゃ透けちゃうじゃんこれ。これもわかんねえな。ワイの胸に飛び込んでこい。飛び込みな。ハート。ショーン伊丹地大好きかって。スーザンタン、はあはあ。書きゲームかなってなんかバレとるんやけど。逃亡者は逃げる場所を言って死んだらそれ作ろう。ショーン、マイク、ワイの胸に飛び込みな。ミカ進行、ミカタンどうすんの。先日はグレーして安定そうやな。バニラオッケー。人狼探知機、カツハ了解。色んなさそうやな。貫通やな。さっき上級者部屋では回避派が多いらしい。バリバラさよならや。いや、やっぱ初心者部屋いいよね。バニバー、十分生きただろう。ショーン不謹慎、遺言として OK。ロディ逃げるから死んだらつって OK。 回る。よろしく。
部屋が共振だから初日囲いも考慮し考えてた。バニラ OK。 ごめんね。ごめんね。これ勝てるんじゃない？よろしく。マイクがさ、ロディに言おうって言っとったでさ、ロディ噛めばいいんじゃねこれ。狩人がジェシカの場合がめんどくさいな。ありがとう。30秒前、うん、それでいいんじゃないかな。どうなんやろう。ありがとう。これで噛めたらめっちゃでかいよね。ロディもマイクも殺したらもう勝ちじゃん。10秒前。占い先決めたら狼に狙われる。撃てない。まあいいや。はい、バニラ死亡。夜の行動。ミカでもいいけど。10秒前。ロディでええんか。オッケー。オケマル。深夜夜も更け。いけ。おっ、来た。どうした、マジか。素直すぎるやろ。すごいな。え、ここは普通霊能者に飛び込むとこやろ。マジか、素直やな、ほんと。やばいな。マイク。マイク笑ったな。これはひどいな。これひどいな、マイク。マイクの立ち回りひどいな、これ。ロディしろ。ロディしろ。逃亡逃げるの忘れちゃった。うん。ああ、これやばい。やばいな。全員グレー？全員グレーか。かなりやばいな。なぜジェシカ占わなかった？なんでジェシカ占わなかった？ショーンって書いてあってびっくりした。何が？これもうわかんねえな。いや、楽しくなってきたわ。これは楽しくなってきた。ワイが今日なら岐阜の異端児。いや、そうだよ。うん。岐阜の異端児ですよ。まあ、言わんけどな。試合終わってから言うけど。まだ。それはゲームの話だって、俺のやり方じゃない。ミカはどう見る？マイクがロディに逃げ込んで、ロディが噛まれた。うん、そう。ミカそれが分かってなかったんや。うん。うん。ミカ誰釣る？借りしてよろ。これやばいよ。
人狼におるスーザン釣るべき。まあまあ、いやいやいや、まだ諦めんなって。うん、2連続。ああそうか、そやな。うん、おわたんごやな、おわたんご。グレーすればいい。そうやな。だからミカしてよろ。どっちが本物なんや。なんて言っとったこいつ。ロディしろやな。ロディしろ、ミカしろか。どっちもわからんの。どっちが本物なのか。どっちが本物なのかわかんねえな、これ。ジェシカか。まあ、俺目線はジェシカクリスかな。うん、まあジェシカかな。私目線ゲール強心、ジェシカと誰か苦労。的なショーン、ジェシカ。そっか、そうだよな。まあ俺はミカに従うわ。ミカに従ってジェシカ入れるわ。今延長できんかったら勝っとったのにな、ほぼ。ミカ頼んだ。まあ、3択やな。3択。3人のうちに、2狼。濃厚やな。うん、違うよ、かわいいな。ジェシカかわいいな。そうしようかなって。ジェシカたんかわいいな。かわいいんごねー。顔文字がすごい可愛かった。ゲール強心者。ほんとかよ。ん？オッケー。30秒前。ジェシカたんかわいそう。ジェシカたん。ゲイル。ハゲイルオツ。10秒前。ハゲイルオツやな。ジェシカしろ。ジェシカたんごめんね。ショーン隠しそうです。ジェシカタン。いや、面白いな。市民で票合わせるしかない。ジェシカでしょ。だって俺目線ジェシカやもん。ジェシカやもん。クリスか。30秒前。さあ、ジャッション。あらあら。
え、ハゲール、ハゲールなんなん。10秒前。ハゲールなんで CEO したの？っていうか、おいおいおい、ちょっと待って、ハゲール何あれ、あれ本当に狂信なの？え、大丈夫これ。深夜夜も更け、まあこれでジェシカ隔離すってことになるけど、俺を殺す、殺す流れ、流れ作ってどういうことや、どういうこと。一旦よろしく。すぐさん占い師、ハゲール余計なことしたな。カミングアウト。さあ、え、これひどいな、これひどくない？普通にジェシカ釣られる流れやったのにさ、ハゲールが CEO したせいでなんか俺死んだみたいなさ、結構ひどくないかなこれ。30秒前。運ゲー、日没。え、これゲールのせいでしょ。あそこから負けるとかマジ結構ありえんくない？絶対勝ったと思ったんやけど。ありがとうございました、ございました。ショーン人狼、ミカ霊能者、ジェシカ市民、クリス人狼、ゲール狂信者、マイク逃亡者、バニラ狩人、ロディ市民、スーザン占い師。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあありがとうございました。失礼します。